ジュビロもなかなかいい立ち上がりを見せました。まあ、前半6分ですが、駒野からのこの折り返しのボール、金園のヘディング、中澤が防いでいます。栗原の頭に一度当たったものを金園合わせましたが、中澤守りました。さらにコーナーキックのチャンスから井ノ葉のシュートがありました。これは前半の18分、中町が防いでいます。しっかりと中盤でも F マリノスの攻撃を受け止めて、ジュビロもチャンスを作っていました。前半のしかし F マリノスのこのコーナーから栗原の先制ゴール、その前に中澤の打点の高いヘッドがありました。これで前半は1対0 F マリノスで、後半に入るかと思われましたが、ジュビロがその後すぐに同点に追いつきます。まあ、先制点で樋口監督のガッツポーズがありましたが、2年ぶりのゴール栗原。このボール中澤の頭に当たったところ、山田見事に左足のアウトサイドで決めました。開幕戦に続く今シーズン2ゴール目で山田、ジュビロが1対1の同点に追いついてハーフタイムに入りました。後半に入ってこの小林雄三、見事な折り返し、兵頭、その前マルキーニョスと浜口がもつれるようにしていましたが、兵頭のところに来ました。よくこの最初のトラップですがコントロールしまして、兵頭ゴールに結びつけています。2試合連続のゴールになりました兵頭です。これが後半の15分でした。そして追うジュビロですが、チョンウヨンの後半このマルキーニョスへのプレーでレッドカード、痛い退場となりました。1人少なくなってしまったジュビロです。しかし後半前田のヘディングシュート、駒野のフリーキックからシュートチャンスを作りましたが、ジュビロ、これも栗原が体をしっかりと寄せていました。2対1で最終的には F マリノスが勝利を収めるという今日のゲームです。